決定戦の本当か？やったな。普通に料理を作ってたら通っちゃった。おっと、調子に乗っちゃいけないよね。今日はあなたたちに頼みたいことがあるんだ。新しい試作料理を作ってみたから味見してもらいたいの。ああ、そうなんだ。しかも、オイラたちシャンリンの料理。なるほど、そうだね。うん、確かに北斗なら頼もしい。この時間なら不当にいるはずだよ。貯金した方が。シャンリンか、ちょうどいいところに来た。北斗さんがあたいたちを船に招待したいとさ。お前ら本当に仲がいいんだ。北斗姉さんと深淵はあたしの常連客だからね。たまに北斗姉さんの船で最高の音楽はみんなとシェアしなくちゃな。そうだ、私今年の料理王決定戦の決勝に進んだんだ。おお、いいぞ、ちょうど酒のつまみになる。ああ、腹が減ってたところなんだ。おひょー、このフーロンジー弁最高だぜ。こんなうまい料理をつまみにできるなんて幸せだな。なんだかみんなすっごいすごくテンション高くない？フーロンジーベン、お食べください。水晶エビ、この3つの、これ3つとも薄味って言えるか？私らいつも海の上を行き来する人間は常に選択肢というのが少ない。特に遠くへ航海する。だから陸に戻った時ぐらいはちょっと脂っこい熱々の料理が食い。北斗と行幸の好みって全然違うよな。そうだな、北斗さんの好みはあたいやシャンリンに似てるんだ。行幸、あの好みが違いすぎて一緒に食事ができないんだからな。でもこの前話してた時は仲良さそうに。力が拮抗してるのも一種のバランスなんだよ。すげえわかるぜ。白菜のお湯には確かに上品で見た目が綺麗かもしんねえ。私の試作料理薄味というか、なんだか同感だ。味は申し分ないが大会に出すと考えるとリズム、リズム、シャンリンならリズムを理解できると思うぜ。ただあたいはミュー。そんなことないよ、シンエ。私も料理しながら同じことを考えてたんだ。新しい、なんだか掴んだみたいだな。でも料理と音楽に共通、よけ、よし、改良の余地が見えてきた。おお、うまくいきそうだな。思い切って挑戦しろよ。あ、なんだかんだ言ってシャンリンは私が一番見込んだ料理人だ。私が認めるようなやつはこ私、それじゃ応援してるぜ。私は深淵と一緒に。シャンリン、あの二人は好みが偏ってたけど大丈夫なのか？確かにね、北斗姉さんは油多めの熱々料理が好きで、深淵は薄味が好きな人。うん、旅人、誰か、誰のことだ？あ、なるほど。なになに？この前、会えそうで会えなかった人のことだぞ。あ、あ、思い出したぞ。名前を呼んだら、かけ、でも、名前を呼んだだけで。3人で順番に呼ぼう。え、私もやる。
が最初な。ごはん。しょー。何も反応がないみたい。もう一度だ。しょーて、うん、おい、まさか。つまり呼んだら駆けつけるって、すごい人があなたたちに約束して。で、オイラたちとじゃん。なるほどね。じゃあ、う、残念。なんだ。うわ、本当に来た。我の名を呼んだだろ。どうした、約束したことを。あっという間に駆けつけるなんて、さすが仙人。え、仙人なの？ショーって呼んでいいのかな。今年の料理王決定戦の決勝に進出したから、それに向けて。客？我？はい、あなたは薄味が好きだって旅人から聞きました。薄味が好きな人に新しい料理を食べてもらって意見を聞きたいんです。お前の願いであるならよかろう。やったー。はん。どうだ、食べられるか。うん。え、本当。やったー。お前のその手際良さはある料理人を彷彿。お前はそいつと同じで心を満たすいい料理を。おい、ショーが言ってる料理人って現象のこと。強いて言うならば、この二つの副菜は我にとって味が少々濃かった。我の所感だ。深く気にすることはない。参考にするか否かは。うんうん、副菜の味薄めっと。仙人さん、ありがとうございました。会えて嬉しかったです。ならば我は去るとしよう。またいずれ。本当に来るとはな。今もう一回呼んだら来てくれるかな。冗談だって。旅人パイモン、いろ、おお、よかった。この考えを形にする。そうだ、決勝戦。おお、応援してるぜ。くだらない。今年のリーウェ料理王決定戦の決勝へようこそ。私は委員会に指名され。あ、エイヒだ。今年の料理王決定戦はリーウェ七聖主導のもと、さまざまな機関が運営に携わる。すでに予選は終了し、リーウェの各地域から集まった。決勝はこれよりこの審判として、私は委員会とリーウェを代表し、決勝戦の公平と公正。続いて本大会の審査員を紹介しよう。テンチュエン、リョウコウ殿。ユウヘン、コクセイ殿。そしてベテランの食通、テンオジ。
この3名に加え、委員会は会場にお越しいただいた、つまり計13名の審査員がおり、それぞれ2名の選手に票を入れることになる。おお、それではいよいよ待ちに待った選手入場の時間だ。さあ2人とも、左に立つは敵歌集予選のシード選手。包丁に漂う香り、怪盗の胸郭。よろしく。わあ、賢章も決勝戦に進んだんだな。賢章、いつもの調子を出せ。右に立つはリーウェ校予選の実力派王者、猛火の嵐、妙手の料理娘、シャンリン。あー、そして彼女の謎の助っ人、無名の生き物、クーパーだ。みんな、私頑張るよ。さあ選手たち、私に宣誓を。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負する。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、料理王決定戦の決勝選手として、私も公平公正。続いて審査員の行幸殿に決勝戦のテーマを発表してもらう。皆さん、今年の料理王決定戦の決勝、主催側を代表して、今回陸水の儀、今年の月酔い祭の食と酒、大地と水、本大会に細かな決まりはないわ。二人には料理で勝負してもらう。それでは二人の活躍を期待してるわ。決勝戦の調理時間は1時間。主催側が用意した食材を使って料理を作っ、ではリーウェ料理王決定戦決勝はじめ。みんなにお前の実力を見せつけてやれ、旅人とパイム。試合を見に来てくれてありがとう。よし、始めるぞ。いつも通りまずは火を起こそう。今日は副菜の味を薄めにって言ってたよね。そうすれば主菜の味が引き立つし、深淵の言ってたリズム感も。リーウェ算数は元から薄味だから、副菜同士の ジョジョジーは今日の主役だから、迷わずみんなの助言通り。あれ、現象の様子がなんだか変。あらら、クーパー。おやおや、おっと、会場でシャンリン選手の謎の助っ人が対戦相手を手助けしている。審査員の皆さん、これはどういうことなのだろうか。この謎の助っ人はシャンリン選手の相棒で、二人で一つであることは事前に知らされているのだが、この状況問題ないわ。それにその助っ人がよからぬことをしているわけでもないしね。若者同士の対決は実に素晴らしい。わしはこのま、これについては私が説明するわ。
この決勝戦開始前に委員会は両選手の調査を行ってるの。そしてシャンリンは優秀な料理人で、その助っ人はシャンリンの仲間であり家族。シャンリンの料理は全て彼女の手によって作られている。助っ人にできることは火をつける程度よ。シャンリンの腕前からすれば薪で火をつけようが、助っ人を使って火。みんなが心配するのもわかる。助っ人が奇妙な踊りでシャンリンを応援してるなんて確かに変な光景だけど、今は同じように元将選手の傍らで元将の応援もしてる。つまりこの助っ人がどの選手も。そうだよ、グーパーは私の助っ人じゃない。ただ料理をしてるところを見るのが好きなの。元将のそばに行ったのもみんなに保証する。グーパーは試合の邪魔をしないと。私も防御旅館で元将の料理を食べたことあるんだ。なるほど、文句などない。あのように公平なということで、我々委員会と審判は。元将大丈夫？俺もよくわからないんだ、ものすごく緊張しまって。深呼吸して気を楽にして。私もそういうことがあったから。親父をそんなんでいいの？だって私はそうしてきたんだもん。ラーラ、じゃあお袋のことを思い出してみるか。あ、ならないよ。何？俺はシャンリン、あとそこのとにかく。ラー、時間だ。両者ともに料理を完成させた。次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう。完成した順にまずシャンリン選手から料理をし、私の料理。主菜ジョジョジー、副菜リーウ、料理のテーマは陸水の儀。私の主菜ジョジョジーは鶏肉と唐辛子の。リーウェ算数にも鶏肉を。最後の水晶エビは米。エビのむ、エビは海の贈り物。米の皮でギュッと包み。素晴らしい解説だ。俺の料理は船長賞ミントの和え物、エビのポテト包み揚げだ。シャンリンが言ったように、陸水とは海と陸。船長賞はリーウェの名物料理。俺はボージョル館の料理人として、この料理は複雑で食材の扱いが非常に困難だ。副菜のミントの和え物はすっきりとしていて船長賞の。そしてエビのポテト包み揚げは誰もが好きな伝統料理だ。それでは審査員の。素晴らしいわ、どちらも緻密に作られていて絶妙な味わ。シャンリン選手の発想は実に面白い。例祭を主催。このジョジョジーはとても独特じゃ。例祭とはいえ唐辛子は炒めてあって。この船長賞とても美味しいわ。それでは審査、また委員会が選出した観客にも審査員。おいらたち選ばれなかったぞ。本物の食通なのにおいらに審査させないなんて損して。お、いひひ、こんなに美味しい料理と凄腕の料理人がいっぱい。皆さんお待たせした。投票結果の集計。それでは行幸殿、リーウェイ料理王決定戦決勝の結果を発表してくれ。今年のリーウェイ料理ドキドキ。一票差でシャンリン選手の優勝。やったー、おー、接戦だったみたいだな。やっぱりか。激しい勝負の末今大会の優勝者が誕生した。勝負は必ず決するものだが、票数が。観客の皆さん、リーウェの皆さん、大会へお越しいただきありがとう。大勢のご来場に帰る。ああ、帰る際は他の人に迷惑を。シャンリンのとこに行ってみよう。でしょ。
私の勝ちだけど。もちろんだ。ふぅ、さすがだ。はあ、この船長賞もとっ気に入ってくれたということは。うん、私の実家も小さな料理屋だからよくわかるの。人に、お前の料理は変わった発想と食材にこだわることで有名だと聞いたが、まさか小さな店の出身だったとは。巷には凄腕で。あなたもね。旅館の料理人はいつもお客さんのことを大切に考えてるでしょ。お前はいい相手だった。機会があればまた手合わせしよう。うん、次は今日よりも強くなっ約束だぞ。旅人、パイモン、お待たせ。まままい、その話はやめてくれ審査員に選ばれなかったんだ。気にしない気にしない。本当か、やったー。ああ、そういえば私と現象に商品を送るから届け先を教えてほしいって主催者に言われてたんだった。こう、後でまた会おう。行っちゃったな。そういえばさっき国勢が行幸と一緒にどこか。行くぞ。国星。うん、来てくれたのね。あれ、浮かない顔だな。うん、旅人、ちょっと困ってることが。さっきの試合、国星はシャンリンに票を入れなかった。いいえ、審査員として公平は保つべきだわ。でもシャンリンは私の友人だから。けどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと。参加者であるシャンリンは理解。オイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないって。それにみんなここにいたの。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの。料理対決の時は己が心に従うようにと私の祖父が言ってたわ。つまり、もちろんこれは祖父個人の見解だわ。だから私はあなたの友人だけど、票を現象の船長賞に入れたわ。そうよ、ええ、その通り。真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ。え、国政は自分の好きな方に投票しただけ。何の問題もな。わざわざ伝えてくれたってことは友達として気まずかったのかな。うん、そんなことは。私言ったでしょ、真面目な国勢が一番大好きだって。ぬるま湯を求めるのは素人がやること。私はもう素人。逆に国勢は責任感が強すぎるよ。気にしなくていい時もあるのに。国勢は七星で、それに行幸さんもこんな感じなんでしょ。北斗姉さんから教えて。行幸さんは身分や地位を気にしないし大胆な人でしょ。国勢もあん旅人、シャンリン、そういえばここで立ち話してる場合じゃ。どう、忘れると。行くぞ行くぞ。おかしいな。
石に変化はないぞ。そんな、試合はあんなに盛り上がってたのに。まさかあの試合じゃかまど。もしかしてこれじゃダメだったのかしら。そうだぞ、もうここ。そうだな、シャンリー。うん、時間があるからもう少し待とう。そういえば国生、師匠が試合前に来てくれて、欠けてたレシピの文字を解読してすぐ場所を探して作ってあげるから。シャンリー。そうだ、旅人。ん？シャンリーのやつ違うよ。レシピを集めるのが好きなんでしょ。旅している時にこの料理が役立つかと。そうだったのか、オイラたちの考えすぎだったか。今さらそんなお世辞を言われて。な、何よ。りょ、私と旅人で、それじゃあ、うん、どうした。私、これがあのレシピの味な。失礼したわ、シャンリー。旅人、これとても美味しい。本当に？さっき言いそびれたけど、実は師匠がレシピを解読してくれた時にこの作り方を知っていたっていうこと。うん、昔。でもこの料理は国生のおじいちゃんの手記にあったものじゃん。この料理だけど、私が思うに私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったの。幼い頃の私はよく祖父はこう言ってたわ。本は祖父が亡くなった。ガンウォーテイ君の名は私にとって祖父の思い出とつながってる。ガンウォーテイ君の名を見るとよく祖父のことを思い出すの。このレシピは祖父の手記から書き写したもので、祖父はこの料理の試作品を作るたび。古き時代の料理？この蒸し。私のお父さんはそのまたうちではピリ辛蒸しまんじゅうって。あらあら。グオパーを見てたら思い出しちゃった。グオパー。グオパーとはじめ。うん、私とグオパーはある洞窟出て、その後うっかり寝ちゃったんだけど、目が覚めたらグオパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててね。おい、おしゃべりに夢中になってたら石を見ろ。爆発した。これはグオパー。どういうこと。あれ、
から蒸しまんじゅうはもう食べたようじゃな。師匠、ピンバーヤ、見るよ、この心臓、まるでグオ。そうじゃ、グオーパーが魔人。あれ、賑やかさがかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうか、わしにかまど神は民を思い、そして人々の願いを叶えるため身を心血とは技術才能料理王決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。じゃが国政があの料理を食べた時、心の中の願いが満たされたのじゃ。そして求めていその願いが叶った時に湧き上がった大きな力が、かまど神、当然かまど神そのものは心臓の中にいなかった。皆のそばにいたの。全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ。見事な威風堂々。全盛期？ちょっと待って、グオパーに何があったの？もしかして今のグオパーは昔と違うの？かつてこの者はリーユへの大地、過去に持っていた知恵と力は全てこん魔人が力を大地に捧げる、そういった伝説は聞い、大地が直面してきた危難や試練は子供たちの想像をはるかに超えるも、リーゆえの力、災害が完全に消え失せることはなかった。過去にあらかまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて、リーゆえに最初、人々はすでにかの者のことを忘れてしまった。じゃがかまどが、窓神の魔人マルコシアスは石の摩擦の火花から誕生した。ロカと民生を司る民に愛される魔人じゃった。千年前、人々は平野に集落を作り、そこをキリシュと名付けた。かまど神は幾千もの体に分かれると人々に食と団らんをもたらしたのじゃ。じゃがある日、洪水が故郷を奪ってしまう。人々は南下し、リーユエ港へと逃げた。その旅は嵐に見舞われ、数十日間にも及んだ。そしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ。寒さをしのげ、持ち運びに優れた料理を。それから数百年の間、大地は災害と疫病に見舞われた。かまど神はそれらを鎮めるため、力を大地へと捧げたのじゃ。力を使い果たしたかまど神は知能が下がり、別れる時には人よりも小さくなっておった。そして幸福をもたらす料理とろ過の神王を帝君とわしに告げると、長い眠りについた。再び目が覚めた時、少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べ、その味に懐かしさを覚えて、共にあることを決めたのじゃ。かまど神が姿を消した後、露店で物を売る人、料理をする人と日常が戻った。かつてのリーユエのようにも。天地の恵みにより、
雨と風の祝福を受け山海が歓喜する。星が巡り世は遷移したが世界の本質は変わらない。名を馳せようと職行を頼りに進むのは大事なことよ。今昔の諸事は激動に流され新たな才が現れた。食とは人にとって気持ちを高めるもの。なぜなら食べるということは至上の霊気をいただくものであり、の同時にそれは最も重要なことでもある。小さいものとは米一握りを食し売る気ともよ。あなたが眠っている間リーユエはすっかりとにぎわい。クオッパ、こんなに大事なことなんで教えてくれなかったの？ねえ、もう昔のグオパーじゃないんだ。話すこともできないから伝えられなく。グオパー、シャンリン、シャンリン、悲しむ必要はない。何事にも裏表がある。グオパーはかつての知性をこの世で全ての悩みから解放された者などおらん。わしらは知恵と心を持って、そしてかまど神は知恵と勇を合わせ持っておった。前線で戦ってきた分今は休ませてやろう。この子をもっと大切に。一緒に旅をしてさまざま。必ず。シャンリンは仙人と縁があるのね。グオパーもシャンリンを認めてるんだわ。長い眠りから覚めた瞬間、ピリ辛蒸しまんじゅうといういくら時が経とうともグオパーは自分が考えた料理を覚えている。そうじゃ、故郷の料理を食べれば故郷を思い出す。かまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのは。うん、さて時間も遅くなっちゃったわ。旅人パイモン、シャンリン、ありがとう。また時間があるとき。お父さんはもう知ってるかもしれないけど、このことを帰って教えてあげなきゃ。お父さんは師匠のことをよく心配。そうじゃ、さあこの。行くぞ。お前か、久しいな友人よ。わらら、おやおや、あなたもここを散歩してたのかい？この時期は外を歩いて食事を楽しむのに適しているからな。散歩とはいいものじゃ。わしらが開口する機会を与えてくれ。クオパー、いろんなことを忘れちゃったの。友情とは元から時代を超えて存在。旅人、月酔いという言葉についてどう思う？名月を見上げれば全ての思いが込められていることがわかる。この亡き友の恩を感じ、古き友の情を受け、時の真意、これら全てを月を。わしは随分と年を取ってしまったから、豊かな生命力が地下から湧き出るように。旅人、あなたに見シャンリンにお茶を入れてもらうといい。